りええな。ダメよ今日。釣りがええな。はい、キャンプの受付しましょう。秋なのに新聞紙もらいました。バレんよ。はい、オムライス弁当斜めにした方がいい。はい、チキン南蛮弁当。そうなあ、なんか飲む欲しいな。あれ、あ、俺今それチャックじゃねえとこから撮った。じゃあ穴開いてるとこから撮ったの。穴広がってくるわ。どれから教えてね。はい、いただきます。よっ、いてっ。邪魔しない。なんかもう蚊に刺されたような気がするけど。パトル線香と後出してけ、食べるけ。あ、ゴミ箱いるわ。ゴミ箱も出してて。ゴミ箱今どっか埋まってる。俺は何もしない。出た。食べよ、俺もお腹減った。ゴミ箱いるよ。その時上上がって上がって、はい、いただきます。はい、いただきます。お疲れです。はい、お疲れです。おいっす。うん、大丈夫。セーフ。お、いい、いい冷え加減。これ全部意味ねえわ。風が強いけん。じゃろ。いただきます。あ、意味あったらしい。涼しかった。このデミグラスソースのこのケチャップライスをいただきます。あ、うまっ。うめえ、マジでうめえこれ。あ、久しぶりにケチャップライス食べたわ。行儀悪いなこれ。うん、食べにくそうやしな。これもうちょっとちっちゃく切ってくれないのに。最高だよ。これは横やもん。これ切れてる。でもあれだけ見たら大変やね。散らかってるもん。言うとも、まあ知れとるか、うん、ファミリーよりは。こうみたいな荷物少ねえのにな。車が生命になって。やっぱりそこか。何だめ。ちょっと涼しいになったことね。うん、涼しいになった。うん、冷たい。まあ雨降ってもタープ張りゃこっちのもんで。あれまでは向こうのもんだって。確かにな。美味しいね。多分グラタンじゃろ。
グラタンチック、グラタンが腐ったの、腐らんな、なんか酸っぱいやん、酸っぱいよ。ごちそうさまでしたか。アルバード、いや酸っぱいよ。何これ腐ったの、そんなんと大声出していけるの。酸っぱいよこれ。丸中さん、こういうもんなんか多分な。え、マジでなんか後味悪いな、最後食ったの。なんかシャキッとこうしてさ。ごちそうさまでしたか。何、そうそう、コットを組み立てる人がおるけど、何、もう寝る気だろ。なあなあなあ、まだね、座る気なんだって。いや、椅子あるじゃん。あの椅子はあの椅子、この椅子はこの椅子、寝るやつやろ。寝てもいい。食っちゃねえ、食っちゃねえだろ、どうせ。で、飲んじゃねえ、飲んじゃねえだろ。今日食っちゃ飲んじゃねえ。お着システムだけどな。今日のんびりスタイル、うん、もうちょっと散らかっとるです。ちょっと片付けましょうか。ちょっと見てある。どういうプランですか。すごい、一人寝とる人おるんだけど。あ、ちょっと見ないで。危ねえ。なんか小人なんだよ。あ、最悪結構ボール勝てるよ。昔なんか行くってね。意外に、あ、そう。今日これ。お、何それ。男梅サワー。どこまいたねんじゃ。うん、男梅。飴があるが、男梅。コンビニにあるやつな。梅コーナーに。そうだ。いや、男梅っていう飴。飴？飴の？飴が入った。あ、飴入れちゃった。飴味の。うん、いけ。最初ポコってなってる。一人だけ飲むの？何しょ。設計さん。はい、飲むで。俺何飲む？ちょっと待って。俺なんか入れて。俺はこっち。これ見て。もうさ、近すぎたな。はい。はい。もう開いとるじゃん。いや開けた。はい。はい。はい、乾杯。はい。これ映ってねえけ。あー、酸っぱい。ジュースだこれ。あー、男見てる。ジュース。もう二連。新しいやつ？新しいやつ。ユニフレームの？ユニフレームで。なんとかいいやつな。そう。つるばみ違う。待って、俺電話が鳴るわ。じゃあね、奈良ちゃんじゃない。奈良ちゃんじゃない。壁も。この前かがみが俺の鼻にきちいわ。それはどうしようもねえわ。いや、マジでちょっともうね、ピンチを迎えてるわ。ちゃかない？それ。あの、ロースのタードがちっちゃかったみたいな。俺な、俺ショックじゃんわ。だろ？同じショックを俺は、ちゃかないで受けたの。もう在庫ゼロ。むっちゃ在庫ゼロだった？あ、それいいじゃん。ちゃかない在庫ゼロだった。うん、最後使ったの思ってる。え、これ、カールカール。茶化しますよ。なんか胃の調子が悪いよな。血中検査は胃の調子が。
接触やん。はい、芋に芋しよう。芋で芋芋芋便利すぎて。人それぞれ捉え方が違う。で、これつけるの？どうやるの？つけるの？つけて。あ、これダメだ。穴が。上から下から。はい、来たよ。はい。終わり。火に突っ込みます。芋入れます。芋入りました。あとは放置ですか。はい、ええ匂いするんだけど。はい。丸中の焼き鳥。はい。はい、行きまーす。もうちょっと下。いいね。いいよいいよ。違う、もうちょっと下って俺の手が熱い。いいよいいよ、別に。関係ねえよ、俺は。堀西の赤。じゃねえ、辛口。俺あんまり堀西好きじゃねえ。え？カレーしてカレーさんそりゃあんまりめっちゃかけたな。いや唐辛子だってそれ。いやそんなカロねえだって。いやちょっと調子乗りすぎってそれ。こっち堀西はいいの？かける？かけとこ。あつ辛いじゃこうだって言われたから。ちょっとにしてよ。えかえか。オッケー。美味しそう。美味しそう。あ、やべえよ。仕事しよう。仕事仕事。ちょっと焦げるぐらいがいい。うん。こんな感じ。こんな感じ。いいよいいよ。めっちゃいいよ。ほら。ね、美味しそうじゃろ。串がなくなってきよるもんな。うん、串ないね。それなんすか。これガッキーが最近 CM しよう。朝日生ビール丸 F 古いなんか。うん、わかんねえ。古いんじゃろ。昔のやつだよ。ガッキーさん CM しよう。なんか結構売り切れで手に入らんみたい。なんか朝日さん多いな最近。いただきます。はい。ドライとか違うんだよ。いや確かになんかちょっとまろやか。あ、そうな、うん、あの、ま、辛口じゃねえんじゃん。辛口、うん、ちょっと、うん、ちょっと違うかな。うん、あの焼き鳥が多分もう焦げてるね。はい、焼けましたよ鳥。第一弾、うん、はい、食べよ。はい、これで、ね、ほら、はい、ちょっともう取るか。乾杯になってね。お、レック。これをお次。
食べてるし、はい、まあ、いただきますよ。少し大丈夫。うめ、うめ、いただきます。この鶏がうめ、やらけ、めっちゃやらけでジューシーだな。タンク厚そう、めっちゃジューシー、いい具合だね。あ、これにしてもいい感じだ。カレーな、うん、あ、これめっちゃうめえわ。カレー固まっとるな。カレーってことそうでねえってことか。カレー、カレー、あ、カレー、湯煎で。そっち向き？いけるん？あ、そうじゃったら動かんのね。すげえ、すげえじゃん。やるじゃん、やるじゃん。あ、ブトが。あ、違った、俺上下ひっくり返す。一人食べれるね。もう食べれるよ。はい、シラク取って、取ってじゃねえ、貸して、貸してじゃねえ、これ、うん、いいや、いいよ、いいよ。コーキコーコー、何、あ、鶏か。いただきましょう。はい、いただきます。パート2、タレバージョン。タレにし、わ、白いか、めっちゃ入っとるよ、白いか。5匹入っとるよ、ちょっと。食え食え、うめえだ、うめえだろ、前回うまかったもん。肛門残ったね。なんかいいとこ行ったんじゃん。今ちょうどいいか、こっち。いや、これ切る、切る、後で切る、後で切る。ナイフの方が見づれよね。吸いがけ特にな、細いね。よし、とりあえずこれで、うん、めっちゃすげえよ、このマジで、この切った感じ。コリコリコリよ、言うとけど、マジでこんなに食えんかな、もしかして。そうそう、これいい、分厚いな。今回はめちゃくちゃ切れた。はい、はい、オッケー。メインディッシュ、一応メインディッシュがいっちゃう。はい、あ、やこ、サンマ豪邸、サンマいきますよ。はい、あ、やこ、はい、やこ、なんか火が足らんように。いや、まあ、じっくりいこう。あ、いいよ、いいよ。でも熱量はこっちからもいけおるよ。なんかダツみたいな、ダツ言うな。これマジで。そうなん、じゃあ結構ないと思う。もっとかかる。どうしたもんね。はい、いただきます。ニキ、うん、マジうま。醤油いらんだ。いらんの、マジで。丸かじ。逆にお茶くもんか。全部かじがち。うめ、マジ。おい、ご飯炊く、炊いてる。ご飯炊きました。鶏釜飯は。あ、いい匂い。やらんでもいいし、選べた方が食べやすいじゃん。何を食うかによる。下手するちょっとこれを超えたわ。あ、うまっ。煮えんかな、だし巻き卵です。このままだ、そんな汁ねえ。あれだけ、これが俺2食弁当。しかも鶏五目にだし巻き。
親子と無理だ。タラネルですね。タラネルスタイルよ。このコットスタイルですね。足伸ばせる。食ったそばから寝る。そりゃ腹も出るわ。いやもう、うん、そう。はい。イカ焼き焼き気味ですよ。気味っす。イカ。このさんまさんをやったやつ。はい、出来上がりましたよ。はい、おいただきます。白カップ持ってこい。はい、マヨ醤焼き。マヨ醤焼き。うわ、ちょっと待って。うまそう。はい、いただきます。あ、うまっ。うん、弾力すぎる。全部いただきました。ごちそうさまでした。もうお腹いっぱいです。そうかな、うん、今日やっぱイカが一番うめえ。夜のスイーツはじゃん、プチティラミスらしいよ。はい、はい、いただきます。いただきます。スプーンがねえよ。さっき言うたのに。はい、いただきます。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 突っ込んでくれよ。お玉じゃねえ。お玉ん凍ってる。マジで。すごいね。うわ、うまそう。シャキシャキ言ってるもん。うん、うん、あ、なんか大人の味やな。ごちそうさまでした。おやすみなさい。
こんなとこでするな。悪いやつごと。そうか、反対に取るよ。豆乳。朝は先に。いいよ。はい、いただきます。25番、はい、返します。